因果応報を感じたとき、ありますか？2015年11月13日、レス番号156、大変っすね。共働き、母子家庭を蔑んでた知り合いが、旦那が亡くなって自分が母子家庭になったなぁ。ガキも、親が共働き、母子家庭の子をバカにしていじめてたから、親が亡くなっても誰も同情しなかったよ。私も池に突き飛ばされたことがあったから、訃報を聞いても、大変っすねくらいにしか感じなかった。今は住まいも家賃の支払いができなくて引っ越したけど、どうしてんだか。大変っすねくらいにしか感じなかった。優しいな。2015年11月14日、レス番号158、楽しみ。俺とかをいじめてた奴が、交通事故で死んだことだな。葬式行って、悪霊ばらして指さして笑ってやったわ。すぐ追い出されたけど。いじめ仲間二人が、俺を追いかけてきてボコってきたんで、なるべくダメージ受けないように亀になって無抵抗主義貫いた。で、それこっそり撮影してたいじめられ仲間と一緒に病院へ。仲間は、葬式には出ず待機してた。診断書も取って、ボロボロの喪服のまま警察。もういい大人なんだから、そんなことしたらどうなるかってね。いじめ仲間の一人は会社員だったけど、たった一度の訪問ですでに首と判明。もう一人は自営業だったんで、戻ってくるまでに奥様とじっくりねっとりとお話し合い、お店ほっといてご実家に向かわれました。そろそろ反撃が怖いのでと俺は逃げて、いじめられ仲間からの報告をにら落ち中、お店潰れたっぽい。もっと因果応報なこと起きないかな？きっと起きるよね。2015年11月21日、レス番号160、団地住まい。小学生の頃いじめにあってたけど、そのいじめてきた奴のうちの数名が、俺と同じ団地住まい。卒業するまでそいつらを避けてる生活を続けていた。その後は、中学高校と進学したので、奴らのことを気にすることなく生活していたのだけど、ある日、いじめに関わった連中の小学生以降の動向が分かったので、それを書いてみる。俺の家の下の階に住んでいる同じ学年の A。大学受験に失敗したようで、今でもフリーターやってるらしい。先日、団地の駐輪場で久しぶりに見かけたら、物の見事に落ちぶれてた。ボサボサ頭の武将ひげ、着てるものもボロボロのジャージ上下に、履きつぶしたスニーカーだった。俺も A に気づき声をかけようとしたけど、自転車でそそくさと逃げ去ってしまった。団地の別の棟に住んでいて、学校で帽子とか隠してくれた B。その後あると絡み出し、警察沙汰も何度も起こした末に今は服役中らしい。ゆすりたかりをしようとして、被害者に帰り討ちにあったとかいう噂もあるが、真相は不明。何かと B をかばい。オタクの教育方法に問題があるのでは？とまで言ってくれた B の母親。糖尿病になり足が不自由になったらしい。運動と称して団地中を徘徊してるが、他の住人に煙たがられてる。糖尿病の話は、僕が生まれた時から気にかけてくれていた住人のおじさんが教えてくれた。同じ棟に住む二つほど上で、片和田の差別用語満載で罵ったり、暴力を伴って可愛がってくれた上級生 D。工業系の高校に進んだが薬物に溺れた末に退学服役のコースを歩んだらしい。これも D と同様、真相は不明。とにかく、それぞれがそれぞれに因果応報な目に遭ってくれて、なんというか笑うしかなかった。B の母親は、B の所領を母と一緒に訴えに行ったところ、上記のことを言われたので同罪ってことで。5ヶ月後、2016年4月22日、9時46分。同じ団地住まいの奴からいじめを受けてると書いた160ですが、書いてから少し動きがありましたのでご報告。まず、下の階に住む A。武将ひげがさらに伸び、頭もさらにボサボサになり、ニートにさらに磨きがかかった。例えるなら、ボーカルと宗教の教祖みたいな感じ。時折、自転車でどこかに出かけるのを見るけど、ボサボサ頭とかどうにかしろよと見るたびに呆れる。もう一人、糖尿病になったと書いた B の母親ですが、先週末団地から退去。理由は不明。団地の掲示板には、その月にあった行事や役員会等が書かれた掲示がされるのですが、そこに、B さん退去しましたの文字があってびっくり。他の住人もこれには驚いたようで、井戸端会議しているところを見ると、大抵その話題が出ていた。中には、病死したの？なんて言った人もいてびっくり。B 母神出鬼没で、時折意味不明な行動をとって何がしたいのかわからなかったからね、仕方ない。ってことで報告、にならないかもしれない報告でした。2015年11月22日、レス番号163、一人っ子叩き。兄弟っていう人に限って3人目、4人目を産まないのはなんでだろ。私に対して、執拗に2人目攻撃や一人っ子叩きをする人がいた。一人は親戚のおばさん。もう一人は近所のおばさん。どちらも子供は2人いる。一人っ子はわがまま。兄弟がいた方が思いやりが。兄弟で助け合って。などの発言は当たり前。
子供が一人なのは、出産後病気が見つかったから。事情を言っても周囲がたしなめても、会うたびしつこい。一人っ子にするくらいならおろした方がマシ。って子供の前で言った時は本気で引いた。そんなおばさんたちの子供は、理想とは正反対の兄弟に育っている。親戚は最近脳梗塞で倒れて、子供たちが介護をしつけ合ってる。近所の人の娘は、下の子を捨てて行方不明になった。二人目作れば自動的に性格が良くなるわけじゃないと思うんだけどな。2015年12月1日。レス番号164、もったいない。私の母はケチ、それも、なんでそこをケチるのって変なところをケチる。手間も人間関係も。例えば料理で、そこで一手間かければ美味しくなるのに、かけない。そこまでお金に困っているわけじゃないのに、わざわざ痛みかけた材料を、安いからといって買って調理して、結局美味しくないから家族から不評だとか。あと何かを新しく買うのが抵抗があるらしい。タオルなんかも粗品のタオルを使い回し。何かでいいタオルをもらっても、もったいない。と押し入れの奥にしまい込んだまま。小学校も半ばから、例えば水泳の時に、自分はいつもボロいタオルで恥ずかしいって言っても、新しいタオルを買ってくれない。というか押し入れの中に箱のまましまってあるタオルを使えばいいのに、カーテンとか寝具なども、洗って色が冷めているのに買い替えずにボロいまま使っている。多分、ケチることが趣味のようになっている。そんな母は結局、私が高校生の時に父親から愛想尽かされて、出て行かれてしまった。父親にしてみれば、家の中が水ぼらしくて落ち着かなかったらしい。子供たちも小汚いし、愛情を持てなかったらしい。小汚いのは、母親が、服などを買うのはもったいない。と親戚からお下がりをもらってきて、それを着せたりしていたから。私も弟も、もう中高生なのに、親戚の古着の、少し大きいのを無理やり着せようとしていた。幸い祖父母がしっかりしていたので、私たちの服なんかは援助してもらえたからよかったけど、本当に学生時代の服装は、未だにコンプレックスになっているぐらい。下着なんかもボロかった。自分で働くようになったら、世の中には安いカタログ通販とかがあって、カーテンでも下着でも無理のない金額でたくさん買えるって知って、すごく嬉しかった。セシールとか選手会とか、ああいう通販を、私の母は、安いんだから質も悪いに違いない。って固くなに思い込んで、利用したこともなかったから。そりゃ超高級品じゃないにしても、普段使いには全く問題がない。私も弟も、家を離れて母には近寄らない。せいぜい冠婚葬祭の時に会うぐらい。たまにはカーテンを変えるとか、古い寝具を新しくするだけで、家の雰囲気も明るくなるし居心地も良くなるし、生活する人が気持ち良くなるのに、母はそういうことができない人になっている。相変わらず古いものに囲まれて、無駄遣いはしないと言って住んでいる。押し入れには私が子供の頃にもらったものも含め、古いシーツやタオルなんかが詰まっている。もったいなくて使えないらしい。いくら未使用でも、もう多分使い物にならないだろうと思う。多分、母が亡くなった時に全部捨てるんだろうな。たまには親孝行って、冠婚葬祭の時に、ちょっとおしゃれなお出かけ着をプレゼントしたことがある。でも、一回来たらしまい込んでおしまい。コーディネートをするとかそういうこともずっとやってなかったので、できないらしい。母はそれなりにお金を貯め込んでいるのかもしれないけど、友達もいないし、近所でも距離を置かれているし、親戚からだって距離を置かれている。人生楽しいのかなと思う。台所は、いつの時代のって調理器具がボロボロになっている。物を大事にするとかそういうことではなく、塗装が取れたテフロンのフライパンなんか、怖くて使えないのが普通だと思うのだが。風の噂では父親はすでに再婚しているようだけど、相手が変わったことで幸せになったようだ。父から養育費なんかはもらってます。私は結婚もしているけれど、生活費の範囲で、旦那さんが居心地よく過ごせるように家の中を整えたり、家の中をきれいにすることにはお金を惜しみたくないと思う。風水とかじゃないけど、やっぱり家の中をきれいに整えた方が運気は上がる気がする。2015年12月1日。レス番号167、兄。兄が縁が多い方かな。すごくできた兄でさ、勉強はもちろん、スポーツも水泳以外万能、顔も良かった。しかも爽やかで優しい性格で、女子からも一部だがモテた。彼女を取っかえ引っかえ、ということもなく、何人か変遷はあったが二股もない、誠実な付き合い。兄は小さい私の面倒もずっと見てきた、親にとっても兄は自慢の息子だった。すごく期待してて、親は大学も最高学府が当然と思ってたし、将来は政治家か実業家か、と。でも、兄は裏の顔があった。周囲の期待のストレスなのかな、今思えば。妹の私を虐待しまくった。拷問に近い。後が残らないように、私に痛みを与える。それが兄のストレス解消法だったんだね。性的な虐待とかはなかった、というか、性欲あるかどうか疑問な雰囲気の兄だった。痛みに対する反応だけが喜びだったような感じ、想像だけど。
私が痛みをこらえると、余計にひどい目にあった。かといって大げさに痛みを演じると、ふざけるな。と怒鳴られて長引いた。この痛みの虐待は、6年くらい続いたかな。でも兄が高3の夏、事故で死んだ。みんなは、なんであんないい子が、と死んだよ。親は呆然自失。でもたった数年で、親はもうケロリとしてる。最初からいないみたいな態度で、墓参りも私が言わないと絶対に行こうとしない。それどころか、全く関心がなかった私のことを、唯一の子供であるように接してきてる。葬儀で大泣きした兄の彼女は、一周忌にすら来なかった。兄のことを嫌ってた、数少ない私の幼馴染は、ペラッペラな人だった、嘘くさくて。と言った。不思議と、そんな幼馴染や虐待されてた私の方が、むしろ兄の話題を出すことが多かった。でも、裏の顔を知ってるのは私だけ。だから、私だけが本当の兄を覚えてるみたいな錯覚に襲われる。そういう私も、最近優しい彼氏ができて、兄のことはほとんど思い出さなくなってきた。九段の幼馴染も遠くの大学に進学してしまった。プロポーズもされて家を出るつもりだけど、兄のことを忘れるだろうって予感をはっきりと感じてる。若くして死んだことが、じゃない。あれだけできた兄が、こんな風に何も残さず消えていく。それが、私を虐待してたことじゃなく、私以外の誰にも本当の顔を見せなかったことに対する因果応報だと思ってる。ちなみに親は、私たちを捨てていくのか。とか言い出してるよ。彼氏にも、こっちで娘と一緒に住もう。ってね。でも親は、私のことを放置してほとんどネグレクトだったことは、彼氏には打ち明けてる。同じく親の愛情を感じたことがない、身体的虐待を受けていたという彼氏は、ニコニコしながら引っ越し準備をしている。これも因果応報かな。ふと思ったけど、こんなことを書いたのは、兄のことを忘れたくないからかもしれない。虐待をしたのは間違いなく兄だけど、ずっと面倒を見てくれたのも兄なんだ。だからお墓参りもしてたし、恨んだりはしなかった。あれだけ痛い目に遭わされたのにこんなんだもの、私もどっかおかしいんだろうね。おかしくないよ。家族のことなんて一つの感情ではくくれないもんだ。これからは痛みのない幸せを大事にしてください。2015年12月14日、レス番号171、親。親戚のおばさんが要介護で、現在施設に入っている。子供はいるが、子供は見舞いに行くどころかお金を出すだけ、何もしないというので、兄弟姉妹が交代で見舞いに行ったりしている。もう兄弟姉妹も80代。子供はなんで親の面倒を見ないかというと、子供の時に親らしいことを何もしてくれなかったから。だという。そのおばさん、若い時に子供数人を連れて離婚、生活ができないので実家で居候していたらしい。この時、その家はすでに長男夫婦が仕切ってて、かなり肩身が狭かったという。食事や学費などは与えられたが、ただ食べて寝ているだけ、家庭の温かみなどが一切なかったらしい。これは別の親戚の視点だが、長男夫婦側からすると、親がいるからといって、いきなり押しかけて居候されたのだという。最終的に、同居はやむなし、食事は出すが、自分のことは自分でやれ、子供の面倒も自分で見ろ。って言い渡したらしい。子供の高校の学費は、自立に必要だからといって長男夫婦が援助したのだそうだ。当時は大家族が当たり前とはいえ、出戻りの兄弟の子供の面倒まで見れない、俺の嫁にはお前たちの世話はさせない。というのが長男の言い分らしい。この主張自体、私は正しいと思う。そのおばさんという人は、子供たちの生活費ぐらいは入れろ。と言われて必死で働いていたそうだ。働けるんだから自立できなかったのだろうか。昭和の、多分30年代あたりだと思うが、このおばさんが貧乏でも自活しようとしたら、子供たちにとっては良かったのかもしれない。当時は戦争未亡人もたくさんいて、救済策としての看護師養成プログラムなどがあったりしたし、東京ではないが大都市ではあったし、市営住宅みたいなのもあったし、アラフォーの自分目線では、なんでそこまでして居候してたんだ？子供の立場だったら嫌だっただろうなと思う。私の両親は、あの時代、女一人で生活なんかできるものか、兄弟を頼るのが当たり前だった。という、それも真実なんだろう。ただ、ここまで来て、何もしてくれなかった親の面倒は見ない。って言い切れる子供たち、もう中年のおじさんおばさんが言うからには、多分他人が伺い知れない闇があるんだろうな。2015年12月17日、レス番号173、天罰。小学3年の時、自分のストレスを発散するかのごとく体罰をしてくれた担任 A。体罰以外だと、調理実習の時に他の子を優遇し、お前はやらなくていい。とみんながいる前で堂々と言ってくれた担任 A。いじめも見て見ぬふりで、おかげで小学3年生が暗黒時代だった俺。こいつどっかで天罰くだらないかな？なんていつも思っていたら、20年後の今年の春休みに、パチンコ屋で現金盗んで書類送検されてた。
カード精算機の返却口に残ってた7000円を盗んだんだってさ。理由も、自分の弱い心に負けてしまった。で、うちに体罰してくれた時はなんだかんだ言って自分を正当化してたくせに。事件は不起訴になったものの、春休み明けから病気を理由に休んでるらしいけど、このまま退職だろうな。たった7000円で人生を狂わせたなんて、もう笑うしかないよ。2015年12月26日、レス番号174、おつぼね。因果応報か自業自得かわからないし、内容がむちゃくちゃになりそうですがお許しを。数年前、とある有名食品会社の契約社員として、地元のスーパーに出入りしていたことがあったのだけど、そこにいたおつぼねに、程度は軽いもののいびられてた。挨拶無視から始まり、些細なことに小言を突っ込むなど、この手のスレで見かけるおつぼねがやりそうなことは、一通り受けてた。当時、コンビニのアルバイト店員からこの仕事に入ったので、おつぼねというものの存在を知らず、なんやあのクソババアと上司に愚痴ってはなだめられていた。ただ、仕事も慣れ出した頃にはおつぼねの扱い方もわかり、スルーし始めてからは、居心地は良くなった。反面、手を出しても反応しない俺にイライラするおつぼねが印象的だったけど。その後、契約期間も無事満了し退職、別の職種に転職。おつぼね以外の店員さんによくしてもらったので、おつぼね以外の印象は悪くなかった。それもあって、そのスーパーをよく利用するようになった。ある日のこと、俺のことを人一倍気にかけてくれていたおばちゃん店員と、退職以来久しぶりに挨拶談していたら、おつぼねが辞めたことを知った。その時は、まだ店で仕事中だったので。続きは喫茶店で。と一旦別れ、おばちゃん店員さんが仕事から上がった後、喫茶店で話を聞くことに。おばちゃん店員さん曰く、俺が辞めていってそんなに日が浅くない時に、おつぼねが若い女性店員をバックヤードでいびったため、大騒ぎになったらしい。曰く、女性店員はいびられたその足で上司や店長の元に向かい、やられたことを訴えたとかで、おつぼねも呼んで事情聴取。その場は上司から厳重注意を受けただけで済んだものの、周囲の目が厳しくなったのか、突然辞めていったとのこと。それを聞いて、ああ、これが因果応報と納得。おばちゃん店員も、おつぼねにはあまりいい印象を持ってなかったようで。自分がやったことはいつか自分に返ってくる、良くも悪くもね。って言葉が心に残った。2015年12月30日、レス番号175、依存。言葉汚いし、下品な内容になるけど、ごめんね。幼い頃から依存症気味だった A 子。欲しいものがあると欲しくてたまらなくなるという性質で、お金がある時は買ったりしたが、お金のない時は物を盗んだりしていた。お菓子が多かったそう。それが親にバレててひどい折檻を二度受けたあたりで、盗みはしなくなった。以降、欲しくなっても気力で止めたそう。時は流れて成人した頃、A 子に彼氏ができた。でもなかなか会えない。セックス依存症でもあった A 子は、出会い系サイトで浮気をし始めた。彼氏と同棲を始めた頃には、浮気はしていなかったが、彼氏依存症になった。彼氏にいろいろ尽くしていたが、彼氏が浮気。合コンや女友達との外出を繰り返すようになった。A 子妊娠するも、彼氏から精神的、経済的、身体的暴力を受けた。腹の子ごと抹殺されそうな危機を、何度も経験した末の結婚、出産。生まれた子は障害持ち。A 子は腹の子が中にいるのに、一人エチオ臨月までやっていたそうだ。生まれた子は、生まれた時から A 子が大嫌い。他の人には笑いかけるのに、A 子にはムスッとした顔をする。A 子は夫と別れ実家に帰るも、肩身の狭い思いをしている。子供は夫が親権を放棄したため、A 子が引き取った。子供は A 子両親が養育しているため、A 子両親には懐いているが、母親である A 子は大嫌い。A 子は給料のほとんどを家に入れ、自身は着る服にも困るぐらいみすぼらしい格好をしている。2016年1月4日、レス番号176、いとこ。いとこ、離婚された。子供に会いたい、今どんなだろう、元気にやってるんだろうか。そんなことをぶつくさ言ってるらしい。直接は聞いてない。SNS に上げてるのも似たような感じ。写真付き。いとこの親とは別のおじが見せてくれた。そっちには。お互いに寛容さが足りなかった。子供はその犠牲。とか書いてる。ついでに。仕事辞めて親の介護も頑張ってる。とも書いてる。いや、スマホアプリのゲームに課金して、定期解約までしたからじゃん。元奥さん、家の外まで追いかけていとこを傘で殴りまくってたって聞いたよ。なんで、なんで。って叫びながら。親の介護まで元奥さんにさせて、自分はスマホで遊んでお金まで使い込んだらそりゃ切れる。仕事もやっぱりスマホで遊んでてクビになって、それ隠してて、離婚騒動になってからバレてたんじゃん。介護、本当にちゃんとしてるのかな。まあ、それは全部自業自得なんだけど。いとこの親、私の叔父は、昔博打にはまって離婚して、
その時にとばっちり食らって、うちもおじとはほぼ絶縁、いとこは母親に育てられてた。そのいとこが、母親が亡くなってから婚約者、現在の元奥さんを連れて戻ってきて復縁したんだよね。うちも付き合い復活。なのに数年でおじめたきり、いとこ奥さんが介護、いとこ課金&定期解約でこのありさま。離婚騒動でうちはまた絶縁。今思ったけど、介護どころかおじ生きてるんだろか。まあともかくいとこ、おじに育てられたわけでもないのにそっくり。もう付き合いないけど、離婚の時、元奥さんは、絶対に子供には会わせない、将来も。って言ってた。これが因果なら、おじといとこでおしまいにしてほしいわ。2016年3月17日、レス番号177、ゴミ親子。不倫のうのくそ親父と、その劣化コピー兄がホームレスになってた。当園でもある友達が、何回言いにくそうに教えてくれた。まさかと思って笑い飛ばしたけど、気になって見に行ったら本当だった。ホームレスというか、何かな、法選挙？人様の土地に、勝手にボロ小屋みたいなの建ててる。嘘だろう。見つからないうちに逃げたけど、確かにレッカー兄だった。もう一人はヒゲがすごすぎてわからんかったけど、クソ親父、多分。服とかは普通に綺麗だったけど。何やってんだマジ最悪だわ。日本だぞここ。天国の母ちゃん泣くわ。と思ったが笑うかも。私も身内だったから、恥ずかしいし何やってんだって思うけど、不倫して使い込みして通帳持って駆け落ちして、女に持ち逃げされて無一文で帰ってくるクソ親父だもの。クソ親父が出て行った時。親父がああなったのはお前らのせいだ。って、母と私を責め立てた挙句、何がどうなったのかその不倫カップルのところに転がり込んで、童貞食われた兄だもの。離婚したのに泣きながら戻ってきて、玄関前で土下座してるような親子だもの。土下座してたその家だって、お金ないから売っちゃってもうないし。あのゴミ親子。そう思ったら私も笑えてきた。とっくに通報されてるらしいけど、私からも、ネカフェから役場や警察に通報してみた。私も実質天涯孤独で身軽なもんだから、来月には別の街行くしね。2016年7月8日、レス番号179、つけ。仕事でやるべきことをやらずに、適当に周りに振っていた人が、ここぞ、という場面で何もできず、重要な仕事から外されて、そして会社に身の置き所がない状態になっている。その人を仮に A とすると、A にバカにされていても、黙々と自分の仕事をこなしていた人たちが、周りからも信頼されて A より上の立場になっている。A は会社に居場所はないけど、だからといって他に転職もできないらしい。詳しくは知らないけど、A の立場、かなりの経験年数で知っていて当たり前のことを、何も知らないらしい。努力をすれば必ず報われるとは限らないけど、努力を怠ったツケが後から巡ってきたりすると、経年劣化もあって取り返しがつかないことが多いんだと思った。私は取り柄も何もないけど、まあ自分の仕事は真面目にしよう。2016年7月13日、レス番号180、ボンボン息子。よくある話なんだと思う。ブラックな零細企業にパートしてる。家族経営で、父親が社長、息子が専務って感じのね。職種は女性向けで、当然おばちゃん社員にパートで切り盛りしてる。社長はまだマシ、自分で事業を起こしたくらいだし、パートのおばちゃんあっての会社だと理解してる。息子が最悪。バカボンの典型、仕事できない上に、やたらおばちゃんをバカにする。パートなんかバカ、いくらでもすぐ求人すれば入るから。って。業績も悪くない、高級車にタワマンに別荘、経費で落ちるし、息子二人も生まれた、何の不満もない。そろそろ女の子が欲しい専務に、嫁が妊娠出産。難産の果てに生まれた女の子は心臓が悪く、産後数時間で手術が待ってた。なんだか因果応報にしか思えなかった。2016年7月20日、レス番号181、ママ子いじめ。ボンで親戚が集まった時に聞いた昔話。すでに個人となっている俺の祖母は、子供、俺から見ておじおばのことに必要以上に干渉することもなく、当時としてはドライな性格だったのだが、あるおじの結婚話の時にだけ、強く反対したことがあったんだそうな。長くなるけどごめん。おじの一人、A とするけど、A は地元から離れ関西の学校に進んで、そこで就職した。で、同郷の女性と知り合って、結婚相手として祖父母のところに挨拶がてらやってきたことがあった。この女性を B 子とする。祖父母は喜んで A と B 子カップルをもてなした。で、よもやま話をしながら、B 子の実家がどこにあるのとか、そういう話をする。B 子は、祖父母の家の隣の町に実家があるという。で、だんだんだけど、祖母の態度が微妙に変わったことに A の兄弟が気がついた。冷たくするとか、意地悪するというようなものではなく、なんか、雰囲気変わった。疲れている。緊張しすぎた。と思ったのだという。で、それから2、3週間後に、祖父母が A を呼び出し、一人で実家に帰省させた。祖父母は A に対し、B 子との結婚はやめてほしい、
だけど、今は親が結婚を決める時代でもないだろうから、反対だと言っても結婚するなら仕方がない。ただしその場合、A とは絶縁、B この家とは一切親戚付き合いはしない。と言い出した。A は驚いて、一体何が悪いのか?と当然聞く。そこで祖母が話した話。B 子の母は5歳として、B 家に嫁いできた。B 家の先妻は病気で亡くなっており、幼い女の子が一人いたのだが、B 子の母がその子を、それはそれはえげつなくいじめたのだそうだ。例えば服もろくに買ってあげないとか、ご飯を食べさせないとか。自分の子供が生まれたら、その子には何でも買ってあげるけど、A 子はボロを着せて風呂にもろくに入れないとか。昔は児童虐待云々という言葉が、そう一般的じゃなかったけど、それでも人のつながりはある。B 子母のママ子いじめはかなり噂になっていて、地域の顔役の人が見かねていろいろ介入したらしいが、B 子母の嫌がらせは続き、B 子の姉である繊細の娘は、中学卒業するや否や家を飛び出したらしい。祖母は婦人会の会長をしていたことで、B 子の実家がある町の人との付き合いもあり、B 子母のママ子いじめの噂は知っていた。地域の噂話だから、どこそこの山田さんとこの5歳は鬼だねー。こないだも娘さんを裸足で追い出していて、うちでかくまった。とか、名字程度だけど聞いていたのだという。実際に虐待の現場見た可能性もある。今回、A がその同じ名字の人を連れてきて、さらに出身もその町の人だというので気になって調べたら、案の定 B 子の母がママ子いじめで噂になった本人だったという。祖母曰く、私が結婚した直後は戦中戦後で、物もなくて、食べるものもなくて、そんなところに繊細孤児だった親戚の子供たちが身を寄せてきて、本当に大変だった。だけど、子供にご飯をあげずに自分だけ食べたり、自分の子供ばかりひいきするようなことは、人として絶対やったらダメだと思い、自分の子供ができても、子供たちへの扱いはできる限り同じようにした。私はいい養母ではなかったかもしれないが、子供を飢えさせたりしなかったのだけは誇り。B 子の母は戦後直後のような、物がない時代でもないのに、子供を飢えさせて、その飢えている子供の前で自分たちだけ美味しいものを食べるような、その性格が人として許せない。そんな人と親戚付き合いはしたくない。おじ A は、昔の話なので兄弟が10人近くいて末の方。長男長女と一回り以上年が離れていたので、昔親戚の子供がいたことなんか知らなかった。当時引き取って養育した子供たちは、A が物心つく頃には成人して、独立していた。別のおばの昔話によると、あの頃は毎日芋でね、たくさんはないからみんなで分け合って食べたものよ。らしい。祖父母は、どうするかは自分でよく考えて決めなさい。と言って、A を関西に戻らせた。その後、A は B 子と別れることを決め、B 子に別れを切り出した。B 子はあっさりと別れを受け入れたので、怒らないのか?と A が聞いたところ、B 子曰く、お母さんの噂を聞いたんでしょう?私の結婚話が出ても、聞き合わせでお母さんのママ子いじめの噂が伝わって、いつもダメになるの。A さんのところは地元が近いし、多分ダメになるだろうなと思ってたら、やっぱり思った通りになったわ。と寂しく笑っていたという。B 子は詳しくは語らなかったが、繊細の子供が家を飛び出した後も、ママ子いじめをする5歳の娘という目で見られて、学校でもなんとなく浮いていたし、それが嫌で遠方で就職することにしたのだという。子供の頃は母親が絶対だから、母親の言うままに繊細の子供を邪険にしたりしたこともあったけど、繊細の子供が家を出たあたりから物心がついてきたし、周りで自分の母が鬼嫁みたいな言われ方しているのを耳にして、何かおかしいと思っていたのだそうだ。B 子自身はとても性格のいい子だったという。ただ母親の所業が悪いばかりに、かわいそうだとは思うが、性根が曲がった人に関わるとろくなことにならないのも確か。B 子にしてみれば理不尽だろうけど、これで終わりです。長々とすいませんでした。なんとまあ、B 子さんも親と絶縁して同居以外の人と一緒になって自分の幸せ見つけてるといいね。レスサンクス。俺の祖母は昔の人だから、一本筋が通っているというか。女は家を守るのが仕事。って考えの人だった。同年代の人もそうだったみたい。だから、5歳になるというのなら繊細の子も養育するのが嫁の務め、そうでないならそもそも5歳に来るな、という感じ。これだけ人がおったら不心得者は一人ぐらい出るが、それを正さない親類縁者もろくなものじゃない。って言ってたんだって。B 子さんは、本人に罪がないだけにかわいそうだねというのが、当時を知るおじおばの感想。B 家はいろいろ良くない噂ばかりだったしね。ママ子いじめにしても何にしても、自分がやったことは自分か、子供に帰ってくる。子供に帰ったら目も当てられない。昔々の話だから、絶縁ができたかどうかわからないけど、B 子さんも幸せになっていればいいなとは思う。B 子さんは海外に出て外人と結婚するしかないと思う。こういう訳ありの親を持つ人は最初から国際結婚を目指すよ。2016年9月17日、レス番号189、宗教。Z
ずっと怪しい潜りの霊祭宗教にハマって貢いでたおじが、その宗教に見捨てられた時。私のおばである嫁も、私のいとこである娘も顧みず、すべてを捧げて、嫁と娘が出て行っても信仰を捨てなかったのに。教祖様とやらの逆鱗に触れて、突然破門されて呆然自失。生活費は全額嫁頼りで、ずっとお給料ほとんど宗教につぎ込んでたのに、嫁と娘が逃げてお布施が減って、挙句勤め先で横領やらかして解雇になって、退職金ももらえないと判明した途端の仕打ち。自業自得とはいえ、宗教の方もえげつない。カモにするなら最後まで付き合ってやれよと思った。そのおじがうちにやってきた。今さら、嫁と娘に会いたい。って言ってきても、知らないものは教えようもないでしょ。恨めしそうな目で見られても困る。っていうか離婚したならもうおじじゃないし。おばが母の姉で、おじは元がつく。そう言ったら、知らない間に何も言わずに帰ってた。ふと見たら電話のメモ、番号書くやつがなくなってたけど、今時そんなとこに書かんて。おじは結局その後、教祖様を半殺しにしてとっ捕まった。溜め込んだお金は現金や宝石で手元に置いてたらしく、教祖が入院中に、元信者たちが山分けして逃げてしまってた。起訴猶予だか執行猶予だか知らんが、出てきたおじが教祖宅を訪ねた時にはもぬけの殻。目撃者によると、おじはそのままふらふらとどこかへ去って、その後は行方知れず。教祖は戻ってきたけど、絶望したのか数ヶ月後に孤独に死んだ。一応いとこにはメールで警戒するように教えておいたけど、今はどこか遠くで母子楽しくやってるらしい。2016年11月23日。レス番号190、お隣の奥さん。お隣の奥さん、ずっとお隣の旦那さんにこき使われてた。旦那さんがいない昼間は、お隣の姑さんによくいびられてた。たまに畑の横の道でぼーっとしてるんで、母がよく話を聞いてあげてた。でもエネミーってやつなんかな？母が、離婚したら。と言っても首を縦に振らなかったと。まあ離婚だって簡単じゃないし、何か事情でもあるのかもしれん。ある時お隣の奥さんが倒れた。脳に血が溜まってたらしい。なんやかんやあって手術、結果成功、無事に元気になった。お隣の旦那は、奥さんの入院中ほとほと困ったらしく。あいつがいてくれたから、元気になってほしい。と母にこぼしてたそうだ。お隣の姑は、勝手に病気になって、と怒ってたそうだが、そんな母親にも愛想が尽きた。とも言ってたらしい。その奥さんが退院して戻ってきて、しばらくして奥さんは出て行った。わめく姑をぶっ飛ばし、姑は小さいばあさん、奥さんは野良仕事で力持ち、包丁持って旦那を枯れ井戸の中に落ちるまで追っかけ回し、タンス預金を慰謝料代わりに奪って逃げたんだそうだ。世間体とやらなのか、直後の旦那は、役立たずの嫁は金くれて追い出した。と農協で言ってたが、知らなかったが、奥さんには結婚前に産んだ子である娘さんがいて、そちらが入院中世話をした上に、うちに来いと言い続けてたらしい。その娘さんは、姑から、勝手に倒れた、迷惑だ、うちに世話に来い。と連絡があって、無視して病院に行って奥さんの世話をしたんだと。ちなみに、母にこぼしてた旦那は、二度顔出しただけだったらしい。今は、姑は体の調子崩して寝たきりに、旦那はろくに仕事も世話もせず、終日ぼーっとしてる。と、何年も前に家を出ていた息子さんが、母に語ってた。その息子さんも母親である奥さんの味方で、最低限の様子見だけすると言ってたそうだ。お隣の家も畑も、今は随分と荒れ果ててる。奥さんからは母にお礼の手紙が来た。娘さんと幸せに暮らしてるらしい。送ってくれた梨が美味しかった。2017年5月13日。レス番号195、逆 DV。ゴールデンウィークのこと、隣の奥様が、ガラガラガラとバットを引きずりながら隣宅に入っていった。見た瞬間、あ、って思ったの覚えてる。その直後から聞こえる、ドタンガチャンガンガンドゴン。バツバツ、出てこい。ドゴンドゴン。ああ。ガシャンダダン、ダダンガチャ。出て警察を。うろ覚えだがこんな感じの修羅場サウンドが聞こえ、そっと窓から庭越しに隣を覗くと、隣奥様が脇にバット挟んで、両手でズルズルと隣旦那の襟を掴んで玄関に引きずり込んでた。そっからは時折罵声や悲鳴、デストラクション的効果音が聞こえたりもしたが、比較的静かになった。一度警官が訪ねてたけどすぐ帰って行ったのを見て、私は通報するのをやめた。翌日朝、隣奥様が挨拶に参られ、お騒がせしたことのお詫びと、実家に帰ることにしたことを告げて、車で去って行った。一応、念のため向かいの家のご主人と隣宅に声をかけてみたが、返事がなく、一応覗いてみたら隣旦那がいて、特に大きな怪我もないようなのでそっと玄関扉を閉めた。と玄関で正座した状態で突っ伏して泣いてたが、隣は、旦那が何やら宝くじが当たったとかで、はっちゃけて遊び歩きプラス愛人まで作り、奥様がいさめるとモラハラ DV し放題で、近所で有名になっていた。
通報したこともあり、ずっと隣奥様が思い詰めたような表情でスーパーのイートインスペースにいたりして、私含めて心配した人が話しかけて、相談に乗ったりしていた。でも最近は奥様も何も喋らなくなってて、どうしたものかと思うものの、何もできず。隣旦那は一度通報されてからは、モラハラ経済 DV に切り替えたらしかった。せめて、奥様がまた暴力を振るわれてるのが分かったら、すぐ警察に通報しようと思っていたが、まさかの逆 DV? とは、向かいのご主人は老体に鞭打って助けに行こうとしたら、隣旦那が一発食らってて、動くの時、すぐ通報すべきかどうか、かなり悩んだそうだ。結局後から通報してた。ちなみに隣奥様が切れたのは、隣旦那が愛人に有り金持ち逃げされて、奥様に、すまなかったな、これから二人でやり直そう。とかなんとか言ったかららしい。それを隣旦那から聞き出したご主人曰く、どうしてあれが急に怒り出したのかわからないとか言ってて、ああこれはダメだと思った。とのこと、同感だった。なお隣旦那は現在無職、家は借家。助けるつもりはないが、ここで死なれても大変迷惑なので、兄とやらを呼んでる。2018年9月17日、レス番号196、ドキュン。中学生の頃、学年にものすごいドキュンがいた。私が住んでいた地域は、地方都市のベッドタウンみたいな田舎で、そこそこ所得のある家の多い地域だったから、中学生で金髪、ろれつの回ってないヤンキー喋りはすごく目立った。同じ学年で一人っ子のはずなのに、学校指定のジャージの裾がボロボロで薄汚かったり、歯が欠けて虫歯が見えていたりと異様な雰囲気で、まともなクラスメイトはなんとなくみんな遠巻きにしていた。中学を出た後も、悪い仲間とつるんでは周りに迷惑をかけ続けたようで、高校でも奴の武勇伝はよく耳にした。今、奴は両足と片腕を失って引きこもっている。聞こえてきた話によると、バイクに乗っている時に警察に遭遇し、やましいことでもあったのか逃げ出したそうだ。そして踏切に侵入し、電車と衝突事故を起こしたと。田舎なので、奴の家庭事情は聞こえてきたし、ネグレクト気味の母子家庭などテンプレ、同情する余地がないでもないかもしれないけど、奴を心配して怒ってくれた先生や、まともな生徒たちとも交流はあったわけで、グレて非行に走っても結果はろくなことにならないんだな、としみじみと思う。今まさにそう。心のどこかで障害者をバカにしてた。24時間テレビとか嫌いだし、ニコニコ連れてる母親をかわいそうだって思ってた。そしてまさに息子が障害疑い。1ヶ月後、2018年10月31日、0時33分。1ヶ月以上前に書き込みした196です。久しぶりにネット見てたら、まとめに載っててびっくりしました。その時構成中に、奴の所用も一緒に消してたのを見つけたので、その部分だけ補足に来ました。奴にやられたのは、クラスの女子全員に向けて、学校内で男性器を見せつけられる。可愛い子は保健室に連れ込まれかける。その後、保健医か保健員が常駐するようになった。男子生徒は、気の弱い子には人前で、大声で侮辱を繰り返す。真面目、スポーツマン系は喧嘩を売られ、無視すると足などを蹴られる。授業中に、大声で先生への悪態をわめき散らすなどです。私は父の仕事が特殊で、自宅が事務所を兼ねていたため、学校でも住所が知れ渡っていたのが災いして、夜中にお仲間のバイクに乗って集団でやってきて、近所爆音鳴らして暴走されたこともありました。こちらは警察を呼んだら、火曜の特殊生からすぐ来てくれたので、その後被害には遭いませんでしたが、腹いせか、学校では散々勉強の邪魔をされました。高校では、女性への暴行じみたセクハラがますます悪化したというか、もともとクラスで下ネタを大声で話す猿のような人間が、さらに発情期を迎えたかのようだったと、近所に住む友人から聞かされていました。まあ、奴が外に出ることは今後一生ないので、どうでもいいことですが。2018年11月10日、レス番号200、雨漏り。親が、お隣の家の雨漏りを嘲笑っていたら、きっちり管理してたはずのうちも雨漏りしだした。よそ様の不幸をにらみらするものじゃないのに、